デリカートは日本で発祥した男性のストリートファッションの一つ。語源はサイケデリックのデリックを認証化した造語。原色や蛍光色を使った服装でサイケデリックトランスと呼ばれるダンスミュージックで好まれたクラブファッションがルーツ。日本のストリートファッションであるオニー系2960年代のファッションのテイストを取り入れたスタイル。 オニ系にヒッピーやサイケを加えたスタイルでジャケットにデニム、シャツ、ブーツといったオニ系の基本を踏まえつつ、デニムはヒッピーテイストのデニムでターコイズなどの民族風のアクセサリーをつける。ギャル男と重なる部分も多く、デリッカースタイルの流行によってギャル男とオニ系の境界線は曖昧になってきている。2004年末頃から 日本のストリートで見られるようになってきた。デリッカーファッションデリッカーファッションでは、特にファー付きジャケットや、プリントシャツ、タイトなパンツ、とんがり系のブーツなどが必須アイテムとなる。ジーンズなどに、赤や青などカラフルなシャツとを組み合わせる。花柄やアニマルプリント、大色などの派手めながらを好む傾向にある。1960年代後期に流行したヒッピー サイケデリックムーブメントに日本のストリートファッションであるオニが影響を受けて誕生したのがデリッカースタイルである。ありがとうございます。